セガサミーホールディングスセガトムスエンタテインメントテレコムアニメーションフィルム株式会社テレコムアニメーションフィルムは日本のアニメ制作会社株式会社トムスエンタテインメントの子会社国内のテレビアニメに限界を感じた東京ムービー社長の藤岡豊がアメリカ進出を夢見て系列のスタジオに A プロダクションがすでにあったにもかかわらず 海外合作のためフるアニメーションを描けるアニメーター育成を目的に1975年5月19日に設立したものがテレコムアニメーションフィルムである。1980年代に東京ムービーの社運をかけた大作、ネモ、ニモの制作に携わる。その制作準備中に大塚安夫、宮崎駿、高畑勲ら東映動画系のスタッフが集い、 宮崎によるルパン三世カリオストロの城、高畑によるジャリンコジェなどの長編作品を制作。結果的に両名の投影動画からスタジオジブリに至る長編アニメ制作の橋渡しをすることになった。でも、にも完成後は主にアメリカ作品の外注を手掛け、日本のアニメスタジオとしては異例のエミー賞4度の受賞などアメリカのアニメーション業界では その作画力は評価が高い。1990年代後半からは国内作品の制作も多くなった。テレコム技術顧問を務める大塚によるアニメーター通信講座アニメ塾も主催。1978年3月に読売新聞に募集広告を出し、1000人を超える応募者の中からアニメーションの経験がないということを基準に43人が選抜され、 4月から月岡貞夫が初期教育に当たった。同年の実験的な短編作品、おばけちゃんがテレコムの初作品となり、完成後に月岡はテレコムを去る。1979年からは、新映動画より移籍した大塚康夫が新人教育のために経験者のアニメーターに声をかけ、新映動画から田中厚子、原恵子、大プロダクションからは、 友永和秀、丹内司、山内登戸夫らが、テレコムに参加。日本アニメーションで、高畑勲監督作品の制作進行を務め、後に、テレコム社長になる、竹内隆二が、制作担当として移籍したのもこの頃である。ネも、にもは、準備段階だったため、当初は、ルパン三世の作画作業を行った。10月には、宮崎駿の下で、 劇場アニメ、ルパン三世カアリオストロの城の制作を担当、さらに1980年には、長編、第2作として、高畑勲を招いて、ジャリンコチェ20字。新人たちもこれらを通じて、一人前のアニメーターに成長した。その後も、宮崎の下で、名探偵ホームズに携わるなど、宮崎と高畑の存在はテレコムにとって、大きな存在であった。しかし、 テレコムにとって本命のネモ・ニモという企画に対して高畑と宮崎の両名は否定的であり宮崎が準備中のネモ・ニモの代替案として提示した長編作品の企画が採用されなかったために退社その後ネモ・ニモの監督に決定していた高畑も退社し優秀な演出家を失うこととなったただし宮崎は後のアニメ映画 風の谷のナウシカの制作母体に当初テレコムを考えたり、テレコムが制作したルパン三世くたばれ。ノストラダムスにスタジオジブリが制作協力、逆にスタジオジブリ作品に田中敦子などテレコムのスタッフが参加するなど喧嘩別れしたのではなく、藤岡の根もにもにかけた夢に高畑、宮崎の両者とも理解を示していたという。 藤岡もスタジオジブリの鈴木敏夫に対して、高畑、宮崎を、よろしく、と言っていたという。でも、にもは1988年に完成するが、制作待機中の1980年代のテレコムは、東京ムービー新社の受注したディズニー、ワーナーブラザース、フィルメーションなどアメリカのプロダクションの外注を引き受けて、フルアニメーションの技術を習熟していった。 その頃の担当作品には、ザ・リトルズ、ギャラクシー、ハイスクール、ワズルス、シンクマノプーさん、タイニートゥーンズなどの合作作品を担当。日本国内では知られることはなかったが、ハリウッドでは、ホースフロア・ピープルとして知られる存在だったという、ルパン三世位、フーマ一族の陰謀を制作したのもこの頃である。また、ネモ、ニモのプロモーションに技術力を示すため、 ルパン三世かアリオストロの城がアメリカの業界内での上映会に使われ、ハリウッドにおける宮崎駿の知名度が飛躍的に高まったという逸話がある。その後もテレコムはワーナーブラザースのテレビアニメバットマンスーパーマンの作画を手掛けるなどして、1997年から1998年度のエミー賞優れたアニメーション演技賞を八崎健治、矢野祐一郎。 マスダトシヒコ、青山博之の4名のテレコムの原画人が受賞。1990年からの4度目のエミー賞受賞となっている。テレビのリミテッドアニメで発展してきた日本のアニメ界においてフルアニメーションの技術を持つスタジオとして存在感を示した。アニメーターの今石博之や安彦吉和らによると、日本のアニメーターの間でもテレコムには名門はあるいは、 最高峰の登竜門というイメージがあるという。これには、テレコムの新人募集に対して、宮崎駿、高畑餌を、大塚安夫の下で学びたいという志願者が殺到。難関を突破したのは実力者ばかりという理由がある。2001年、テレコムが長年発注を受けてきたワーナーブラザースが、外注をすべて韓国に回すようになる。日本国内では、 東京ムービーの子会社として、東京ムービー新社制作作品の外注をこなしてきたが、2002年にワウアウで放送された、バタバタ飛行船の冒険をきっかけに単独制作に参入。海外向けから日本国内向けの制作へ転換する。またマッドハウスとの共同制作の、無人惑星サバイブや単独制作作品、タイドラインブルー当時部ナイル SF 作品を手掛けた、他、 日本国内他社が制作する作品のグロス受けも受け負う。2017年3月期から2期連続で債務超過となっている。2017年8月10日付で資本金を9800万円から1000万円に減資した。ありがとうございます。